はい、今日はこちらの商品を紹介します。妖怪ジェラポプラス妖怪メダル第3章完全データファイルっていう商品です。はい、こちらの商品ですね、今日8月2日の販売でした。で、実は今日8月2日はデラックス妖怪ウォッチのゼロ式っていう新しい新タイプのウォッチの発売日でした。で、その妖怪ウォッチのね、おもちゃをね、欲しくて、抽選に朝8時過ぎから並びに行ってました。抽選券もらうのに、どれぐらいかな、1時間ぐらいかけて並んだのかな、1時間か1時間半ぐらいかけて並びまして、で、50人ぐらい当たる抽選に、それこそ2000人近く集まってって感じで、ウォッチがね、目当てだったんですけど、そのウォッチの抽選と合わせて、この、ゲラポプラスっていうのと、あとこれリフィルなんですね、ファイルのね。で、このファイルの本体の方、この3つの抽選会をやってました。で、先ほど抽選が終わりまして、見に行ったら、このゲラポプラス、こちらだけ当たってました。ではですね、まず、商品ですね。これね、こんな風になってます。入ってるのはね、やっぱ目玉はこれだと思います。この妖怪メダルの、花咲 G のメダルです。これ。これね、見てください。このね、縁がね、金色ですよね。これは、レジェンドメダルっていうね、ちょっと珍しいメダルです。はい。花咲 G のレジェンドメダルが入ってました。もうこれね、最初ね、入ってるの知らなかったですね。だから最初、このギャラッププラスがあった時に、ね、買おうかな、買わんとこうかなって悩んでたんですけど、ちょっと一回ね、商品見て、あ、これメダルついてるわと思って買いました。はい。で、これは、入っているものは、セットはですね、セット内容は、ここに書いてあるんですけども、メダルポケットと、それと、この、情報シートって言って、キャラクターの情報が載ってるシートですね。で、あとね、このポケットファイルに貼るシール、このメダルのね、名前のネームシールがついてます。こんな感じ。このネームシールはこんな感じ。こんな感じでね、妖怪メダルの3章に出てくる、この、妖怪の名前がね、全部シールになってついてますね。うん。こんな感じで。で、それを、だから言ってみれば、メダルをね、このポケットファイルに入れた時に貼るのかなって感じです。では、開けてみます。はい。まずは、これ、メダル。はい。これ。花咲 G のレジェンドメダル。キラキラです。こんな風になってます。このようになってますね。はい、キラキラです。はい、これが花咲 G のレジェンドメダルで、あとこれね、使い方いろいろって説明が入ってますね。妖怪メダルの連動商品で遊ぶとか、あと任天堂 3DS でスキャンしてポイントを登録したりとか、あとゲームでね、連動して遊ばせたり、はい、方法で、これポテット、メダルポテットへの妖怪メダルの収納方法も書いてます。はい。で、ついてるポテット3枚。はい。これね、透明のフィルムが3枚ついてます。はい。これをね、挟む。これをね、留めとくためのね、フォルダが、ファイルがないです。はい。で、これがその、さっきのクリアファイルにメダル入れた時に入れるじゃない、貼るね。ネームシールです。はい。で、これが第3章のキャラクターの説明ですね。うん。このようになってます。ね、残念ながらね、これをしまう、ファイルがないですね。本当に。まあ、では。わー、リキちゃん来た。あー、リキちゃん。やだやだ。リキちゃん乗った。いや、もうひどいリキちゃん。ひどい。はい。はい。では、以上。今回はこちらの商品を紹介しました。妖怪デラポプラス。これですね。はい、これ。はい、妖怪デラポプラスです。レジェンドメダルで花咲 G 手に入れました。はい、では今日の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。